ハレルヤ看板娘のケチンです。この動画はハレルヤで取り扱いのある新発売の商品や、最近ちょっと思われがちだけど、ちょっと待って、これめっちゃいいじゃんって思っている商品を、いいところだったり微妙なところだったりをあれこれまとめてお話ししていく動画になります。題してケチンレビュー、イエイ。さてさて、気になる第1回目の商品はこちら、アルティメットガードさんから2月3日に新発売されました商品、刀です。高品質を売りにしているみたいですね。どれくらい高品質なんだろう。サイズは縦 91mm、 横 66mm で、枚数は100枚入りです。皆さんがよく使っている一般的なスリーブと同じサイズかな。カラーバリエーションが全部で10色、オーソドックスな色からターコイズやパープルといったちょっと珍しい色まで揃ってます。価格は国内では1250円が多そうですね。では実際に触っていきましょう。実は私も今から初めて触ります。さあ、スリーブはこんな感じです。で、ここに普通に土地のカードとインナーのスリーブを入れたカード両方用意したので入れていきたいと思います。サクッと割れるから、カードを入れるのはもうサクサクと入れれる感じがしますね。透明だけどあんまりベタベタしないからすごい触りやすいです。こんな感じですね。うん、サイズ感はとっても持ちやすいです。私は結構ダブルスリーブにしちゃうんで、ここが一番気になります。インナースリーブと入れてあるものを刀スリーブに入れていきたいと思います。ちょうどサイズ感もちゃんと入ります。いい感じです。こうさって入れてあんまり気使ってなかったんだけど、その前後のインナースリーブの出たり出なかったりみたいなのが割と均等で、すごい安心してダブルスリーブ使えるなっていうふうに思いました。そう、気になったんだけど、パッケージの黄色のこの色とカードの色が割と違くって、あのパッケージだとオレンジ味がかった黄色なんですけど、実際のカードはそれよりはオレンジ味の低い黄色。はい、じゃあ次にシャッフルしていきたいと思います。おー、あ、でもすごいすんなりといって、さーさーとシャッフルができます。では次はテーブルに並べてシャッフルしていきます。あ、でも滑りやすい、すごいサクッとシャッフルができますね。めっちゃ早くシャッフルができた。あとは厚みとかなんですけれども、60枚でこのぐらいの厚みで、だいぶちょうどいい厚みですね。多分ダブルまでは全然女性でも使いやすいと思います。手札でこう見た感じとかも試してみたいと思います。このパラッと音いいよね。やっべ、地主だ。あ、でもめっちゃいい。本当に滑りがいいんだけど、なんか滑りすぎてなんか落とすとかじゃなくて、本当にちょうどいい滑り。はい、そしたらみんなも多分気になる一つだと思うんですけど、このスリーブの耐久度とかも見ていきたいと思います。2種類の方法で耐久性確かめていきたいと思います。まずは爪で引っかいてみるっていうのと、ダイス落としてみるっていうのをやっていきたいと思います。まず爪で、あー、外見はね、こう線がつく感じになっちゃった。で、実際のカードはこれ、ね、ちょうどここ白い線ついてたんですけど、ついてないから大丈夫そう。綺麗だよね。次ダイス落としていきたいと思います。こんぐらいから、ほっ、3回落として、ダイスを軽く落とした程度じゃね、守ってくれるみたい。なんかただのダイスじゃ全然傷つかないんだったのね。のでっかいダイスでやってみるか。こっちの方が重いから、これで傷つかなかったらすごくない？いくよ。あ、でも全然大丈夫かも。え、見て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 、全然大丈夫じゃない。ダイスは落とすことあんまりないと思うんですけど、体の上とかにダイスを置いたりすることとか、ダイスが当たることがあると思うんで、その中でも全然傷つかないんじゃないかなっていうのがちょっと今回分かりました。はい、というわけで触りながらレビューしていったと思うんですけれども、まとめると、まず手にね、馴染むサイズっていう部分、あとはまあダブルスリーブでもシングルスリーブでも使いやすいなっていう安心感がありました。あとは爪とかダイス程度じゃそんなに傷つかないよっていう耐久度、安心感あります。めっちゃいい。まあ、値段的にはまあお高めかもしれないんですけど、耐久度っていう部分でもいいと思うし、使いやすさとかいろいろ含めると全然ありな商品なんじゃないかなっていうふうに思いました。いや、めっちゃ使いやすいな。
え、これってこのセリフってこの後もらえたりするんですか？大丈夫です。よっと、え、じゃあこれでこの後水曜系チンハイ出ようと思います。イエーイ。はい、というわけでこの動画が良かったと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。というわけで